日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、というわけで本日はこちら、私の地元の豆腐屋さんで買ってきたごま豆腐、そして豆乳わらび餅を食べたいと思います。こういう健康的な商品も地元に買えるっていいですね。ごま豆腐か、あんまり食べたことないんですけど、普通の豆腐とはやっぱり違うのかな。ではごま豆腐からいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。味にかなり癖があるので、これはどうなんだろうな。ごま豆腐は結構もったりとしてて、で食べるシーン全然入ってね、もうちょっとカメラの角度考えるべきだったわ。持ち上げるのが難しいっていうのもあるけど、わらび餅、こちらはつるんと結構いきました。だけどなんか今まで食べてきたものとは違うんですよね。もっちりというよりもプルンが強いというか。でこのまま最後の豆乳に行く前にちょっといろいろ洗ってます。はいはい、最後は豆乳ぐーっと飲んで、それぞれの味はこの後すぐ。ごちそうさまでした。はい、まず最初に食べたごま豆腐なんですけど、結構普通のお豆腐と違ってもったりとした食感でプリンに近かったですね。あとヨーグルトにも近いかな。だけどプリンやヨーグルトって甘くなく、ごまの香ばしさが広がってきました。ただ味は結構癖があって、好みが分かれそうな感じですね。その次のようなわらび餅は結構プルンとしてるのではなくて、かなり歯ごたえがある、つるんと口の中に入っていくような、弾力はやや控えめで、その分喉越しを良くしているような、そんな印象ですね。きな粉もうまかったです。香ばしくていいのですが、もう少し黒蜜がついてた方が甘さがあって良かったかなとも思いました。お豆腐屋さんなのできな粉に自信があるということなのかもしれませんけどね。で最後のようなこの豆腐乳も結構癖があって、なんか本当にお豆腐をそのまま飲んでるようなイメージでした。いや、豆乳から作るから、お豆腐をそのまま飲んでるっていうのもおかしいかな。なんだろうな。いずれにしても体には良さそうなんですけど、結構癖があって好みが分かれそうな商品が多い印象ですね。その中でもわらび餅は特につるんとした食感が口の中でずーっと入っていって、きな粉の香ばしさまで美味しくいただけたので、今回の代表として4点とさせていただきます。もう一押し何か足りないかなっていうのは多かったですね。というわけで本日は私の地元にあるお豆腐屋さんの商品を3品食べてみました。他にもなんかおからコロッケとか通常の豆腐とかあったので、それらもまた機会があれば食べてみたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。